ガポールの印象はとても綺麗なところで、ゴミが全然落ちないっていう印象があります。趣味はゲームや音楽鑑賞です。音楽は宇多田ヒカルや倉木麻衣を聴きます。あとこっちに来てからパソコンをいじることが多くなります。オフの過ごし方は家でのんびりすることが多いです。たまにオーチャードに行って買い物をしたりします。